人類の根源に対する数多くの問いかけ、そしてこれからの未来はどのように開かれるのか。太古から現代に至るまで、私たちは自然界の多くの謎の解明に挑戦を続けてきました。そしてその挑戦に不可欠なのが、幅広い視野と柔軟な発想、思考力をもとに独創的な研究を進めることができる人材です。岡山大学理学部には、自然科学のフロンティアを目指す知の冒険者たちが大いなる挑戦を続けています。豊かな自然環境に包まれた岡山大学、その広大な敷地の一角に理学部があります。春爛漫の風を受けながら、学生たちの知への探求心に満ちた新しい生活が始まります。理学部を構成するのは、数学科、物理学科、化学科、生物学科、地球科学科の5学科。研究施設として附属臨海実験所、附属海面科学研究施設、そして異分野基礎科学研究所があります。先輩たちの学生生活を見てみましょう。数学的な思考は人類の文明の発祥とともに起こり、一筋の雨がやがて大河を形作るように、数学は壮麗な発展を遂げてきました。数学科では現代数学の諸概念や思考法を講義や演習を通して指導し、さらなる高度な研究の道へと学生たちを導いていきます。実験を通して新しいことが見つかるとか、いろんなその新しいことを見つけるのにはいろんな方法があると思うんですけど、考えて考えて考え抜いて、そこでひらめいた時の喜びっていうのは、やはり数学ではそれ大きいんじゃないのかなと、そういうふうに思います。それが数学の一番の喜びだと思います。そして数学の種々の問題を演算に注目して研究する大数学、空間の概念を研究する幾何学、微積分をコアに研究する解析学など、3つの大講座を中心とした独自のカリキュラムを構成しています。大学での数学は高校数学とまた違った面白さがあり、知的好奇心が刺激されます。数学を勉強していくと他の分野とのつながりを見てきて楽しいです。数学は真理です。数学の重要な研究材料が図書文献です。数学図書室には世界中の文献が豊富に揃えられ、時に科目に、時にディスカッションしながら数学の無限の可能性に親しみます。数学は他の自然科学の分野と異なり、論理の積み重ねのみによって新たな理論が構築されます。そのため黒板の前でのディスカッションは研究を進める上で非常に重要です。数学科では各研究室やセミナー室はもちろん、廊下にも黒板が設置され、いつでもどこでもディスカッションができる環境が整っています。全部頭の中でこうやるものですから、頭の中だけで考えてると、こうなんていうか、論理にギャップがあっても気がつかないことが結構あって、そういう時に黒板の前でディスカッションすると、そういうところが分かって、そのミスというかギャップが分かったり、そこからまた新しいアイデアが浮かんできて、そこから理論が進んだりっていうこともあるんですよね。数学科の大きな特徴が少人数教育。数学の基礎をしっかりと学んだ4年生は希望するセミナーに参加して、数学科の教育の目的である柔軟な発想や論理的思考力に磨きをかけていくのです。
科は、まあ、経営以下で責任してるのも経営で上から抑えることができるので。実験と理論によって自然界の基本原理、基本法則を探求するのが物理学科です。現代工学の基礎でもある物理学探求の楽しさを知り、将来の基礎科学を担う人材を育成するのが大きな目的です。今みんながやっている基幹科目、大学の4年間では講義、実験、そして課題研究を通して物理学の知識や考え方をじっくりと身につけていきます。同時に現代科学に不可欠なコンピューター教育も充実しています。高校の時の先生がすごい面白く物理を教えてくれて、それで自然界の現象をなんかこうやって数式モデルで表せることにすごいワクワクして、ただ今までのものを性能を上げるっていうんじゃなくて、新しい根本から違う原理で今までのものをずっと便利にできるっていうことが分かったので、で自分がやってることを続けていけばさらにもっと良くなるっていうことが分かるので、とってもやる気が湧きます。物質を構成している基本粒子は何か、素粒子の世界を支配する究極の自然法則とは何か、4年生になると素粒子物理学や原子核物理学といったより高度な課題に取り組みます。宇宙物理の研究は大学の枠組みを大きく超えて KEK 高エネルギー加速器研究機構など国際的なプロジェクトにも積極的に参加して、幅広いデータの解析を行い、宇宙の起源や進化の謎に迫ります。我々の研究は宇宙の始まりを見ようとする、非常にサイエンティフィックな科学的に興味のあるものなんですが、学生さんにとってはそれだけではなくて、衛星に関わることが非常に多いと、その全てを含めたそのスキル、その技術ですね、そういうものを学生に、手に職を得てもらって社会に出て非常に活躍してもらいたいと思ってます。素粒子と並んで今物理学科で注目されている研究テーマが超伝導などの物質科学のジャンルです。こうした新素材の物性研究に欠かすことができないのが核磁気共鳴法 NMR です。超伝導を応用した技術は地球の環境問題を解決する鍵を握っているとよく言われますが、実は超伝導体の中に自然界の不思議がたくさん凝縮されてますね。私たちの生活に大きな恩恵をもたらしてくれた学問の一つが化学です。暮らしを豊かに潤してきた有機化学や無機化学を習得する一方、近年問題となっている環境や省エネルギー問題にも精通した人材を育成するのが化学科です。1年生から3年生の間に物理化学、有機化学、無機化学の基礎を学び、それから実験を通じて、実験技術あるいは洞察力を養っていく、そういった教育をしております。現代化学の基礎をしっかりと学んだ後は実験による経験を地道に積み上げていきます。私は化学の中で触媒について興味がありますので、触媒の研究を通じて社会に役立つ人材になりたいと思っています。化学科で進められている新しい機能性分子の研究です。その一つ、金属錯体は有機物とも無機物とも異なる性質を持ち、外部からの刺激により
スイッチング機能やセンサー機能を示します。このため物性化学から材料化学の分野にまで広がる高い可能性を秘めた物質です。金属錯体の合成研究では、空気に触れてはならない物質をグローブボックス内で反応させる場合もあります。また合成された金属錯体を光や X 線を利用して解析し、分子の持つ機能性と構造の関係を解き明かすことも重要です。このようにして得られた知見は、電子部品から医薬品に至る幅広い分野の材料開発に応用されています。一方、化学科では生理活性物質についての研究も進められています。自然界で発見された有機化合物の合成、優れた作用を持った化合物の開発は、新しい抗がん剤など医薬品への応用も期待されています。化学の基本は実験ですが、現代ではコンピューターによる化学反応の予測や液体・固体のシミュレーションという理論化学のジャンルが注目を集めています。この研究室で生まれた成果の一つが、日本近海に豊富に埋蔵されている燃える氷と呼ばれるメタンハイドレートの水とメタンガスの泡になるシミュレーションモデルです。現在さまざまな採掘方法が模索される中、その最適な条件を探る上で大きな役割を発揮することが期待されています。さまざまな材料を用いて、分子や細胞のレベルから個体レベルに至るまで幅広く生命現象のメカニズム解明に取り組むのが生物学科です。きめ細やかな指導と学生の自主性を促す柔軟な教育方法が生物学科の特徴です。そして生命現象のメカニズムの理解を目指して、光合成や形態形成、ホルモンによる生態調節、遺伝子の発現調節、神経と行動、生物リズム、染色体やゲノム、さらにタンパク質の構造解析など多くの研究がなされているのが生物学科のもう一つの特徴です。DNA はこの緑色の CCHA1 の欠損した系統と、まずこの問題でやっぱり重要なのは、これがホワイト依存的なものなのか。高校まではただ覚えること、生物って暗記科目って思われがちなので、覚えることがたくさん大変だなと思うこともあったんですけど、大学入ってからは実際の自分自身の体の中で本当に起こっていることとか、実際の生命現象と結びつけて深く学べることが多かったので、とてもいい勉強になりました。まあ、自分の研究成果がこう直接こう何ていうかな、医療に役立つとか、そういうことは基礎研究ではなかなか難しいのかもしれないんですけれども、後々にこう伝わるような、要するに、まあ、言ってみれば教科書にちゃんと載るような、まあ、そういったような仕事ができたらいいなというふうに考えております。また海外からの研究者も多く、広く世界を目指す学生の好学心を駆り立てています。地球科学科では、岩石圏科学、地球惑星物理学、地球惑星科学、大気科学の4分野を軸として、地球と惑星の過去、現在、未来の解読に挑戦しています。岩石圏科学分野は、地質学、岩石学、鉱物学の3つの専門分野からなり、互いに連携しながらフィールドワークと研究室レベルの極めて精密な分析を行って、地表からマントルにかけての
構造と進化の歴史を解読していきます。地球惑星物理学分野では、地球型惑星の内部構造の形成と進化や、地震波の霊起源である震源と地下構造の性質の推定、また地震の長期予測など幅広い研究を行っています。地球惑星科学分野は、隕石や岩石、河川水や海水、またサンゴや海底堆積物など様々な資料について科学的手法を用いて研究しています。やっぱり地球ってわからないことで満ち溢れてるんですね。で、私の対象としているサンゴ一つとっても、いつサンゴが出てきて、地球史上に発生してきて、どのように進化して、そして今もどういうふうに成長しているかという、サンゴ一つとってもまだわからないことがたくさんあります。で、それは同じで隕石にしても、河川水、今すぐそこの川を流れている水もどういう作用で流れているかと、そういったことを調べようと思うと、本当に一つ一つ全てが謎で、それを一個一個 の地道な作業を通して明らかにしていくと、そういうことをやっていきたいと思っています。サンゴの資料を扱うこと自体もすごく楽しいことですし、骨格中の化学元素の分析にはいろんな機械を使うんですけど、そういった機械を扱うこともとても楽しいです。大気化学分野では、地球や惑星によって惑星全体に及ぶ大気の循環や局所的な気象現象にどのような違いがあり、何が原因なのか、地球温暖化のような過去から将来にかけての気候変動はどのような要因により生じているのかという問題に、観測や数値シミュレーションなど様々な研究手法を用いて取り組んでいます。海面と呼ばれる気体、液体、固体が接触するときにできる境界面を研究する付属海面科学研究施設では、固体内部とは違う画期的な発見が期待されています。我々の研究室では、最近では、超伝導体を、研究しています。その超伝導体の電子のエネルギーや運動量を測定することによって、超伝導のメカニズムを解明することがあります。日本のエーゲ海と呼ばれる瀬戸内市牛窓、生命誕生の源とも言うべき海洋に着目して、タンパク質、遺伝子解析から細胞生物学、生態学など海というフィールドを生かしたハイレベルな研究を行っているのが付属臨海実験所です。実験はやっぱり失敗がやっぱり多いんですけど、なかなか新しい知見というのは見つからないものなんですけど、それが逆に見つかった時のやっぱり感動の大きさとか、やっぱり世界で初めての発見だったりだし、そういったやりがいがすごいあります。また年数回の臨海実習では、瀬戸内の変化に富んだ自然の中で海洋動物の分類、発生、生理や生態などの研究に学生たちは取り組みます。物理学と基礎生命科学の研究発展と、それを融合した新たな研究分野の創出を目指して、2016年4月に設立されたのが異分野基礎科学研究所です。例えば科学の研究者は、これまでは科学の分野に特化した研究をやっています。ただ科学の分野にも物理学や生物学の知識が入ってくる、あるいはさらには数学の知識が入ってくることによって、これまでの科学をさらに新しい形で進化させることができるのではないかというふうに思っています。で、そういった形でその新しい分野融合的な研究をやるっていうのが私たちの研究のスタイルです。現在、異分野基礎科学研究所で研究が進められているテーマの一つが、超伝導材料の開発です。だから高校生の皆さんも私の研究室に加わって、物質開発の研究を進めると、新しい超伝導体、もしかすると室温超伝導体を発見できるかもしれないと思います。ぜひ挑戦してもらいたいと思っています。
そして超伝導材料の研究には世界中から研究者や留学生が集います。またクロスカップリング反応を応用して有機化合物で作った薄膜太陽電池の開発にも取り組んでいます。有機化合物の特性を生かしたインクジェットプリンターなどで印刷できるような革新的な太陽電池を開発することを目標としています。例えば折り曲げられるようなディスプレイであるとか、あるいは服の上にプリンタブル、つまりプリントできるような動画をですね、例えば T シャツの上でこう流すような、そういうふうな可能性を秘めているというふうに考えてますので、なんとかその光電変換効率というものを 15% 以上達成できるようにこれから研究をしていこうと思ってます。一方、光合成のメカニズムの解明、また人工光合成のための触媒開発の基礎となる大きな成果を上げており、国際科学雑誌サイエンスが発表した2011年の画期的な10の科学成果の一つに選ばれました。で、酵素があって初めて水が光が当たると水が分解されて酸素が出てきて、私たちが吸ってる酸素もここから出てきています。で、そういうものがあるのを前から知られていて、そこにそのいくつかの原子、色がついてるマンガンとカルシウムと酸素、そういうものが入ってるっていうことも大体分かっています。ただどういう形をしてどこでどういうふうに働いてるかっていうのは分からなかったんですね。いわゆる中はブラックボックスでした。でそれをまあ、例えば私たちは運よくそのブラックボックスを開けて、窓を開けて中を覗くことができたんですね。岡山大学理学部では大学院生を中心としたアカデミックアドバイザーが学業において専門性や将来像などさまざまなアドバイスを行っています。自然科学の探究に情熱を注いだ若者たちは、あるものは社会へ、あるものはより高度な学問の習得に大学院へと、それぞれの道をそれぞれの方向性を持って進みます。自然科学は物質とは何か、生命とは何か、そして宇宙とは何かという問いに答えようとする長く苦難の道のりです。しかしそこには地の冒険者たちの可能性にあふれた新たな道のりも見えてくるのです。